おはようございます。私から冒頭1点申し上げます。6月22日から24日まで、ロシアのサハ共和国に出張してまいりました。ニコライフサハ共和国首長代行と会談をして、サハ共和国における8項目の協力プランのプロジェクトを今後どのように進めていくか、具体的に議論をすることができました。また野菜の温室栽培施設ですとか、小型無煙ごみ焼却炉などを視察をして、サハ共和国における8項目の協力プランの進捗状況を自分の目でしっかり確認することができました。今回の訪問を踏まえて、日露両首脳が重視をしている極東を重点的に経済分野での協力をさらに充実させていきたいと思います。私からは以上です。共同通信です。よろしくお願いいたします。7月1日にですね、東アジア地域包括的経済連携閣僚会合が開かれる予定ですが、早期交渉妥結に向け、大臣が各国との交渉において特にどのような点にご留意されて、あるいはどのような提案をされるのかお伺いしたいと存じます。交渉の道のりについて見通しがあればお伺いしたいと思います。7月1日から東京で開催される RCEP 閣僚会合は、ASEAN 以外の国がホストする初めての閣僚会合ということになります。この会合においては私とシンガポールのチャン・チュンシン大臣とが共同議長を務めて、交渉の対象となる全分野について政治的課題を絞り込んで、市場アクセスとルール分野のバランスが確保された形で協定が妥結できるよう、その道筋をつけたいと考えています。閣僚会合の準備のために昨日から交渉官会合も開催されているところでありまして、今回の閣僚会合で意味のある進展があることを期待をしています。保護主義が台頭する中、我が国としては一定の質が確保されることを前提として年内妥結を目指す ASEAN を支持をしております。引き続き包括的かつバランスの取れた質の高い協定の早期妥結を目指して、精力的に交渉を進めていきたいというふうに考えています。アメリカのハーレー社がですね、国内の生産を一部海外に移すという発表をしましたが、ある種こうトランプ大統領の自宅からすると皮肉な結果とも言えるんですけれども、この辺のこう判断、動きについてどうですか。これはアメリカ企業の対応でありますので、特段、コメントは控えさせていただきたいというふうに思っています。報復がこう何ていうか成果として出てるみたいなところもありますけども、その報復云々よりもですね、基本的にはいかなる、貿易措置もですね、WTO の協定と整合的であるというふうに考えますし、また報復云々ではなくてですね、やはり世界経済はいろんな意味でも密接不可分につながっているということをですね、示しているのではないかというふうに思いますね。日本テレビの石川です。米中のいわゆる貿易戦争が激しくなってますけれども、どうしてアメリカがそこまで強硬なのかという大臣の分析がございましたらお願いいたします。なかなか分析は難しいですけれども、やはり市場歪曲的措置に関してですね、大変不満が強いというのがアメリカの真意だというふうに思っております。我々としても市場歪曲的措置は認められるものではありませんから、特に EU も含めたですね、3極で共同対処していく。ただしその共同対処はあくまでも WTO 整合的であるべきであるということをですね、しっかりアメリカに語りかけていきたいというふうに思っています。時事通信の報道ですが、質問に関連してなんですが、輸入制限が双方米国とそれ以外の国でエスカレートする中、米国は、投資制限、中国を主に対象とした投資制限も検討しているようです。その枠組み、その制裁措置の幅がどんどん広がっていくことに関しては、いかがでしょうか。アメリカが対中措置の一環としてですね、
投資管理と輸出管理の強化策を6月30日までに発表するという意向であるということは、まあ、承知をしているわけでありますけれども、まあ、今具体的な中身がまだ発表されておりませんので、今の段階で日本政府として予断を持ってコメントすることは控えたいというふうに思います。アメリカによるイランの制裁に関連してですね、日本政府に対してイラン産原油の輸入停止を求めているという報道がありますけれども、日本の対応と原油調達への影響についてお伺いします。先日ですね、アメリカ政府関係者が来日をしまして、イラン制裁の内容や新たな対イラン戦略に関する説明が行われました。両国政府及び関係企業との間で制裁の影響などについて意見交換も行われたところであります。その内容についてはですね、現在交渉中ということでもありますので、外交上の理由から言及は控えたいと思いますが、いずれにせよ今回の制裁が及ぼす影響について注意深く分析をして、エネルギーの安定供給に悪影響が及ばされることがないよう、また日本企業への影響も含めてですね、引き続き米国を含む関係国と協議を行っていきたいと。フジテレビの工藤です。先ほど大臣、世界経済密接につながっているというご発言がありました。日本企業が現地法人を作って雇用を生み出しているという現状とか、先ほどの NHK さんのハーレーのような状況というのは予測できたはずだと考えます。アメリカはこうした世界貿易の現状認識に何が足りないとお考えでしょうか。今のところその貿易の貢献の点など、何か、足りない点、こうしたらいいという大臣のお考えあれば教えてください。トランプ政権はですね、これはやはり貿易、アメリカの巨額な貿易赤字に関して、大変な不満と危機感を持っている、それを解決するためにいろんな施策を取り組んでいるんだろうというふうに思いますけれども、やはり世界の貿易関係というのはですね、密接につながり合っているわけであります。やはりいかなる措置もですね、WTO 整合的に行われること、これがもう基本の基本だというふうに思っております。我々としてもトランプ政権、アメリカ政府に対してはそういう考えで働きかけをしっかりと続けていきたいというふうに思っています。NHK の柴田です。先週末 OPEC が非加盟国と協調して増産を決めたんですけれども、これに対する日本経済の影響やエネルギーへの影響についてお願いします。22日の OPEC 総会とですね、翌23日の OPEC 加盟国、非加盟国の閣僚会合において2016年に合意した減産体制は維持をしつつも、遵守率の水準を緩和、つまり一定の増産を許容する内容の決定が行われました。今回の決定による増産規模が市場予測を下回ったとの見方もありまして、発表直後の原油価格が WTI で3ドル程度上昇して、その後安定的に推移しているというふうに承知をしております。いずれにしても引き続き中東情勢を含む主要産油国をめぐる情勢変化ですとか、原油市場の動向について高い関心を持って注視をするとともに、その動向が日本経済に及ぼす影響についてもしっかり見極めていきたいというふうに思います。